はい、どうも皆さんこんにちは。本日もライザのアトリエ3をやっていきましょうか。で、今作から追加されたシステム、リンクコール、こちらをテーマに話していきます。で、それに加えて鍵の効果であったりとか、レシピのレベルアップの方法であったりとか、そこも含めて話をしていきましょう。そしてもしよろしければこのタイミングで高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いしますね。さあ、というところで内容入っていきましょう。で、まずリンクコールの場所っていうところなんですが、スキルツリーで解放が可能となっていると。で、こちらに関してはおそらく共通の認識かなと思います。で、具体的な場所としましてはこちらとなっておりますね。リンクコールと、で、こちら下下がっていただくとデフォルトの場所につきます。なので、こういったルートをたどっていただくことによってリンクコールが開放となってまして、で、大体ですね、 SP で言うと、まあ、多分3000ぐらいあれば開放できんじゃないかな。まあ、そんなに SP はかからない、そういった認識ですね。これ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 で、あ、3000もかからないか、2000ちょいぐらいかな。まあ、結構序盤で開放が可能となっておりますので、まあ、序盤からね、使ってる方ももしかすると多いかもしれません。で、こちらのリンクコールなんですが、調合時にベースマテリアル缶すべてに素材を入れた後、リンクコールを使用し、ベースマテリアル効果を持つ素材を投入することで、アイテムそのものの性質を大きく変えたり、マテリアル缶の配置を変化させる、そういった効果がございます。で、こちらですね、実際にちょっと見ていきたいわけなんですが、まず投入しましょう。で、リンクコールを押していただくとリンクコールになりますね。で、ここで B を押していただいて、で、L ボタンをね、長押ししていただくと、で、こちらスイッチ場の操作となっています。で、こういった形でたくさんね、選ぶことができるわけよ。で、効果2のところを見ていただきたいんですが、効果がこれ上がってますよね。まあ、そんな感じでしょうか。まあまあまあ、言ってもね、まあ、一応活用できるっちゃ活用できるので、まあ、そんなに存在感がない機能かもしれませんが、まあ、かなり有効性は高い機能となっておりますから、まあ、よりですね、強力なアイテムを作りたいっていう方は、ぜひですね、こちら、試してみてはどうでしょうか。やばいな、爆風にのレベルというか品質が218あるわ。で、次にですね、こちらの各効果を付与するマテリアル感に対して、リンクコール素材を投入すると、その効果の部分をベースマテリアル効果で上書きすることができると。で、今話してる内容ですね。で、不要な効果は別の効果で書き換えるのが基本的な使い方となっていて、まあ、要するに効果を変えましょうということですね。まあ、もちろんその、いらないものっていうか、いらない効果か、いらない効果って結構つくと思うんですよ。え、これいらねえんだけど、何これみたいな、つくと思うんですよ。で、それをね、消すことができるので、まあ、プラスアルファの、まあ、要するに理想のアイテムを作るための、そういった機能みたいな感じでしょうか。まあ、例えば、他の使い方としては、物理攻撃キャラに魔法攻撃力アップの効果のある装飾品をつけても意味がないですが、この部分を別のベースマテリアル効果で上書きして、物理キャラ向けに改造するといった使い方も可能となっていると。なので、こういった使い方もできますね。まあ、どちらかというと、この2つの用途が主な使用用途かと思いますね。で、次に、ここからも重要なんですが、レシピのレベルの上げ方っていうところで、そちらを話していきましょうか。で、そちらを話していきたいわけですが、調合開始でよかったっけ、これ。シャツ大丈夫？ですね、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと一旦、解除して、で、これで高品質、まあ何でもいいんですが、レシピのレベルの上げ方について見ていきましょう。で、次にですね、ここで、秘密の鍵を選択してください。そうすることによって、左側かな、品質の下の方にレシピレベルっていうものがございまして、で、こちらがいわゆるそのレシピのレベルとなっていて、で、これをどうやったら上げることができるのかっていうところなんですが、条件を満たした鍵を使うことで完成品のアイテムをさらに強化することが可能となっていると、まあ、そういった使い方ができるわけですね。で、例えば、レベル値の条件としましては、リアリティ
レアリティかな、アンコモン以上の鍵とかで、レベル2条件としましてはモチーフが鉱石となっている鍵とかで、レベル3の条件としましてはレアリティがレア以上の鍵とか、まあいろいろね決まっておりますので、こちらぜひね覚えておいてください。はい、まあ物によって違うんですが、で今回のこちらのレシピレベルに関してはレアリティコモンで、あとモチーフが歯車で属性比価で、こちらの条件を満たすことによってなんとレシピレベルを上げることが可能となっています。でこれっていうのはそのさっきも言った通り、レシピごとによって決まっているので、そこのところは覚えておいてください。なのでレベル2とかレベル3でどういった条件が来るのかっていうところはそれぞれ異なります。まあそんな感じでしょうか。まあレシピレベルを上げることによってそれプラス効果が付与されるので、まあこれもねぜひ覚えておきたいですね。なのでリンクコールと重ねて覚えておくと、まあすごくね活用のしがいがあるのかなっていうところですね。なので実はね秘密の鍵ってこういった使い方もできます。まああんまり調合で使うイメージないかもしれないですね。まあどちらかというと戦闘で活躍してくれると、そう結構ね戦闘で活躍してくれるからね鍵って、このゲーム重要すぎないか鍵が。最初ねなしでもいいわと思ってたけど、結構ね使いますよね鍵って。であとは調合時に関係のある鍵効果項目っていうところで、まあ、調合時に影響に、調合時に影響あるのはシンセサイズ効果かな。で例えばシンボル効果とかバースト効果とかアドベンチャー効果とかシンセサイズ効果とかいろいろあるんですが、でその中でシンセサイズ効果っていうところで、こちらに関してはマテリアル感を強化したり変更したりすることでアイテムの出来に影響しますね。でそこも含めてぜひ覚えておいてください。そう鍵もねいろいろ種類があって、なおかつ効果があって、でその効果の中でその調合時に効果があったりとか、あとは探索時に効果があったりとか戦闘時に効果があったりとか、結構細かいのでこれもね使用を覚えるのが結構大変ですよね。まあそんな感じですのでぜひ覚えておいてください。はい、まあそんな感じでしょうか。まあリンクコールとかねいろいろややこしくて、かつその鍵も鍵でねめっちゃややこしくて、で鍵も一つじゃなくていくつも種類があって、かつ効果もあって、このゲームマジでいろいろ複雑だよね。でそれプラスあれでしょ、調合とかもあるわけでしょ。でさらにアイテムリビルドとかもあったりとか、複製とかあったりとか、でさらに調合は調合でも、まあ、素材は素材でも品質があったりとか、でタイプがあったりとかレベルがあったりとか、で調合で装備とか武器も作ることができて、でジェム還元とかいろいろあったりとか、もうほんと大変ですよね。いやこのゲームなかなかハードル高い気がするわ。初心者の方向けじゃないよな、あんまり新規勢とか。まあ、1からやってたらさどうにかなるかもしんないけど、これ3から入ると結構厳しくないですか。ないしはアトリエシリーズ初めてとか、最初面食らいそうっすよね、やること多すぎやろみたいな。まあそんな感じですね。さあというところでメインストーリーをやっていきましょう。まあ続きをやっていきたいわけですが、まあようやくここまでやってきた。ああ本当に終わり、本当に終わりっすよ。ラストのストーリーが始まった。ただ本当にストーリーも佳境に入ってまして、まあここからどれぐらい長いのかっていうところは分かりませんけど、なんか戻ってきて、こういった形で、ムービー形式かな。で、ストーリーが進んでいて、自分でなんかそう戦ったり操作とかしてないからさ、なんかね、話聞いてるだけって感じですよね。だからあんまりなんかしんどくないというか、本当なんか見てるだけって感じなんですけど、まあこのムービーがどれぐらい続くのかっていうところは分かりませんけど、とりあえず待っておきましょう。たまたまレントのやつに、いやーけどいよいよ本当に物語も佳境よ。泣いても笑ってもここからが本番っちゃ本番ではありますが、ただ思ってるより長いね。なんか即ラスボスに行くのかなと思っていたんですが、ちょっと長そうですね。まだ終わらないんだ。まあ娘だからそうなっちゃうの。いやいいねライザのアトリエ、皆さんやってますか。一度聞いてみたかったんだけど、なんでうちのお父さんたちに弱い。確かにね。聞くのかよ当人に。乱暴者の俺とつるんでた幼なじみ。そうなんだ。どっちもなんかい。衝撃の事実が発覚したね、このタイミングで。旅先からよそ者の嫁を連れ帰った俺を祝ってくれた数少ない村の人間。ああ、なるほどね。そうなんだ。なんか仲間意識が強いんだね。ここの村の人ってか島の人か。
一緒にするね。さあというところで今日の動画この辺りで終わっていきましょう。最後になりますがチャンネル登録と高評価このタイミングでお願いします。そしてエライザをやってる方はぜひね再生リストから気になる動画も見てください。ではまた。